こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。中央輸入で売れない商品があります。商品を知るときに気をつけることはありますかというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、えー、この動画でですね YouTube から質問来ましたので、ぜひ、ねえー、回答させていただきます。えー、まずです、ね、で中央輸入で気をつけることなんですけど、まあ、商品ですね。同じジャンルの商品ですね、1つずつ注文するのが一番ベストです。 で、なぜかと言いますと、中国人の方っていうのはね、例えば同じジャンルの商品を10個一気に頼むと、足りないとですね、売れない商品をですね、入れてくるんですよ。あの、これはね、中国人の考えのようで、あの、シェイシェイとかね、あの、ギャグじゃないんですけど、まああの、足りないんだったらこの商品を逆に買ってくださいっていう意味があってね、なんかあの、中国人独特の考えがあって、で、実際、僕、は知りたくなたんですけど、売れないんですよ、本当に売れないんですよ。 で、あの最低があブぐらいなので困っちゃってるんですけど、ま、ぜひね、こういった状態になるので、ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。あともう一つなんですね。え、それですね、あの、用意書に揺れてどうしたらいいかというとですね、業者ですね、業者とうのうまく使っていただければいいかと思うんですよ。で、まあ、中にはですね、まあ、親切な業者って、代行業者がありまして、で、あの、結構ですね、やってくるんですよ。で、私が使ってるとこは女性がっていまして、で、あの、結構ね、こういう、 クレームみたいなことでやられたときに結構しっかり言ったんですよ。そしたら向こうの人が反省したっていうかね、結構改心してくれました結構調べてくるんですよ。で、あのこういう方はね、うまくいくと結構ね、安くて良い商品をですね、あのどんどんアップしてくれますので、まあ、それでね、あの買えばね、あの信頼関係どんどん構築していくので、まあ、私はこう買ってますので、あの結構調べてくるんですよ。なので是非ねあのこういった 代行業者はね、うまーく使っていただければ、良い商品安く仕入れができますので、ぜひね、ターンしていただければね、いいかと思います。はい。はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル10万円稼げるマリヒマネをお願します。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。